マナティカフェオープンです。マナティチャンネル。はーい、みなさんこんにちは、こんばんは、マナティだよ。みんな元気してる？フィンガーディ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 ということでですね、始まりました。今日もキャンドルを灯してですね、アロマをくゆらせながらお話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。マナティ、本日はですね、マナティの協力コンテンツでございます。マナティカフェ15分だけオープンしちゃうよ、イエーイ。ということで、何がね何があの協力コンテンツなのっていう意味がちょっとよく私自身もよく分かっておりませんけれども、コンセプトといたしましてはですね、コーヒーをいただいてですね、午後のひとときに、今日はお供はチョコパイのこのパーティーパックでございます。こちらをですねいただきながら、本日もいろいろとあのお悩み相談などもいただいてますので、それに対してですね、友達とカフェに行ってお茶してる感覚で聞いていただけたらなという感じ の企画でございますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、乾杯、イエーイ。まずはね、乾杯で、マナティ何何どうしたのっていう感じでね、はい。まあこれね、3回目か4回目ぐらいになるんですけれども、まあね、すごくね、あの人気がありません、この企画特に人気がありません。私の人気がないチャンネルの中でも人気がありませんこれあの2つぐらいあのここにねいただいていいかしら。これじゃあいただこうかしらね、もう最初から。はい、チョコパイです。チョコパイ美味しいよね、昔からあるからさ、本当にちょっとあの優雅なひとときって感じで。まめちゃんどうしたの？あなたあまり動き回らないで目が見えないから、ちょっとママ気になって、ほら動画撮影に集中できないからさ。いただきます。このね、甘いものにはやっぱり苦いコーヒーということで、昨日の夜ね、あのガーシラ染めしたんですよ。で、綺麗になったかなって感じなんだけど、あのガーシラ染めの後ね、髪の毛がすごい膨らむんですよ、結構。だから油分がね、あるちょっとね出てくれた方がね、髪の毛がこうきちっとこうピタッとこうねなるから、私的にはいいんだけど。マナティ最近マナティのご相談で多いものというものがですね、やはりちょっと世の中生きづらくてあのしんどいよっていう感じのご相談をいただくことが多いんですよね。まあ本当に今のご時世多いよね、やっぱりこの生きづらさを感じてる方っていうのがね、やっぱりなかなかこう精神的にこう辛い状況にあったりとか、そんな中で、まあ私もですね、まあ実はというか自律神経が少し弱いんですよ。でね、こう自律神経が悪いとどうなるかっていうと、まあ私の場合はですよ、あの基本的に24時間ずっと疲労感とだるさが抜けないんですね、体から。まあその中でね、まあ私がアドバイスできることがあるとしたなら、経験者としてね、そういうアドバイスをあのしたいと思います。ちょっと食べながら行きましょうね。マナティ私が思うのはね、執着することから解放されることっていうのはね、
すごく大事かなって思います。うん、まあ仕事、まあ仕事はね仕方ない部分は多数占めちゃう部分もあると思うんですけども、恋愛とか友達とか SNS とか推し活とか、まあ、そういうものですよね。うん、そういうものに一つのことに執着しすぎてしまうと、私はあまりいい方向には、向いていかないんじゃないかなと思うんです、すごく。うん、だからやっぱりね、何をするにしてもね、何か基盤があった上にそれが執着するものだとしたら、それを土台にしてその上に自分がいたら、そのね土台のものがね転覆した時に自分は転がり落ちちゃうわけですよ、あっちこっちに。うん、自分を持ってないというか、こう自分がすごく脆いというか、うん、なのでやっぱりね、自立した自分っていうものをしっかり持った上での平行に何か好きなものだったり、そういう自分の執着するものっていうものをこう置く、だからそのものが動いても自分自身は全く動かないっていう強い心を持つ、うん、まあ、鋼のメンタルまでは言わないけど、うん、だけどそういうことってすごくね大事だと思うんです。うん、なんでかって、相手に対しての言動や行動によって自分が傷ついたり落ち込んだりして生活のリズムっていうのを乱されてしまうのってすごくね、時間がもったいないし、やっぱりね、立ち上がるのに回復するのにまた時間がかかるから、すごくね効率が悪いというか、うん、なので執着することから自分のことを解放してほしいんですよ。うん、じゃあね、具体的にどういうふうにすればいいのかっていう話になるんですけども、その一つのことにこだわらずにいろんなものに目を向けること、いくつかの趣味を持つこと、そして何事にも広く浅く物事を捉えること、うん、ある意味ね、浅く広くできない人っていうのはね、真面目すぎるところがあるんだと思うんだよね、私は。うん、まあ私の場合だったらね、まあキャンドル、アロマっていうのが、まあもちろん仕事ですけど、仕事上の延長上でキャンドルで癒されたりとか、今もそうだけど、アロマの香りに癒されたりとか、そういうことで趣味でもあるんですよね。うん、あと今ちょうど寝ちゃってていないけど、ワンちゃんこっちに画角に見えないとこで爆睡してるんだけど、ワンちゃん娘が2匹いて、それがすごく私にとって趣味でもあり、癒しでもあり、家族でもありっていう風になってるし、うん、あと私の場合だったらお笑いがすごく好きなので、よくお笑いネタとかね動画で出してると思うんですけど、うん、お笑いが好きだから、だからテレビでよくお笑いを見る、うん、それで笑ってすっごくストレス発散して幸せな気分になる、うん、そういうねものっていうものをいろいろね日常的に取り入れる、うん、精神的にちょっとなんていうの、落ち込んだりとか病んでしまったりとか鬱っぽくなってしまうと、そういうことすらできなくなってしまうので、うん、何もやる気がなくなってしまったりとか、全てが嫌になってしまうとか、そういうところが病気としてあるので、なのでやっぱりね、自分のね中でね、気がね抜くこと、気が行くことに関しては積極的にやっぱりね何でもねやるように心がけた方がいいと思いますよ。うん、で私の場合だったら、お笑い番組を1時間見ました、そうするとねすごくねこう気分的にね疲れてしまうんですよ。うん、楽しいんだけど、楽しいんだよ、すごく楽しい、
あバレーボールもそうだね、うん、バレー観戦とかもすごく楽しい、気分が乗る。だけど自律神経が悪いからすごくねぐったり疲れてしまうの。なのでそうなったら一旦テレビを消してライトを落としてキャンドルと灯してアロマの香りを嗅いで、それでリラックスする、うん、そういった生活リズムで私の場合だったら過ごしてる、うん、ちょっとしたことなんだけど、自分の生活の中でプチ上げアイテムっていうのをポンポンポンってポイントポイントでね置いてあげるっていうのをね、すごくね私はねおすすめします。いいことだと思います。例えばね私の場合だったらね、だったらまあじゃあトイレに行くとしましょう。トイレに行く、テレビ見てました、あお手洗い行きましょうってなった時に、あまずは観葉植物がある、観葉植物綺麗だなってパッて目に入る、それだけでもちょっと私はプチ上げなわけですよ。プチ上げね、トイレ開けました、入りました。そしたらねガラスの瓶の中にね、私ほら前も動画で言った通り消臭ビーズが好きでしょ、あれがガラスの瓶に入ってるんだけど、いっぱいそれを見るだけで綺麗だなって思うわけ、プチ上げなわけよ、うん、でプラストイレに入った瞬間にその消臭ビーズにレモンの精油ね、エッセンシャルオイルが垂らしてるから、もうさトイレの空間レモンのフレッシュな、すっごい絞りたてのレモンみたいな香りになってるわけだから、それもプチ上げなわけよ、うん、で終わりました、 お手洗いが。それでトイレの中で私手を洗わないので、洗面台、目の前にある洗面台で手を洗うときに石鹸をね私手作りしてるんですよ自分で、うん、で手作りしてて石鹸の香り付けも自分の好きな香りにしてるんです。でアーモンドっていう香り、まあ海外で人気の香りなんだけど、杏仁豆腐みたいなね香りがするんです。すっごい私好きないい香りなんですよ。ブランドのね石鹸とかもね、海外のねブランドの石鹸とかも結構ねそのアーモンドソープみたいな感じでね香り付け、アーモンドの香りの石鹸っていうのがあったりとかして、それが好きでね昔から使ってて、自分で作った時にアーモンドの香りにしたんです。それがねすっごく甘くてね、爽やかでね石鹸でいい香りがしてね、手を洗うのにもプチ上げなんですよ。だからプチ上げを自分の生活の中に忍ばせとく、いろんなところに、うん、自分がちょっと気分が上がるようなものっていうのを、落ち込みやすい人とか傷つきやすい人とか、それでやる気がなくなってしまったりとか、こうね生きづらさを感じてしまう人とかだったら、自分のそういう生活動線にプチ上げなアイテムを置いとくっていうのはね、すごくねいいと思います。うん、おすすめ。うん、ぜひね試してみてください。本当に何でもいいので、うん、最後になるんですけど、これはアドバイスするなら、何もしないっていう時間を作らないこと、うん、自分で自分をマイナスな方向にね導いてしまうっていうね行動を取ってしまうんですよ、うん、言動だったりとか、妄想だったりとか、うん、何もしない時間っていうのももちろん必要なんだけど、ぐうたらゴロゴロするような時間っていうのを極力なくす、うん、余計なことをします。人間ってそういう生き物なんですよ。何をっていうと、例を挙げると、スマホを見てしまって自分の心が落ち込むような何かをこうスマホで見てしまうとか、うん、なんかこう SNS で他人と比較してしまうとか、うん、お友達はこんなに幸せで楽しくしてるのに私なんてとか、そういうので比較してしまうとかね、うん、ちょっとしたことでこうイライラしてしまうとか、うん、だからそういうことをやりがちなんですよ。
だから何かしてなかったらなんとなくスマホ見てこう悪い方向に自分を持ってきがちな人が多いんですよ、すごく。うん、だからデジタルデトックスって言うじゃないですか。何か趣味とかやってる自分が熱中することがあればそういうものを触れられない時間っていうのができていますので、うん、だからそういうこともね大事なんじゃないかなって私は思います。うん、だからイライラしちゃったらね、あの SNS でね、あの変なことつぶやいちゃったりとか、こうもちろんねアウトプットするっていうのはね大事なことだから、人間だからね、どうしても、うん、たまにはいいと思いますよ。だけど毎日毎日怒りの矛先をこう SNS で誰かに聞いてほしい、誰も聞いてくれる人がいないから誰かに聞いてほしいって言って、それで投稿して投稿してってするのもあまり良くないし、うん、あんまよろしくないこう発言を投稿してしまったりとか、それがストレス解消になっちゃってるとか、うん、逆にそれを見て自分が傷ついてしまったりとか、うん、だからねそういうのを見るとね結構ね、あ、情緒がお乱れになってるのかなってお見受けしてしまう。うん、自分がなった経験があるからこそそういうことってわかるから、あまりにもねポジティブなことばっかり言われすぎるのもそれも疲れるのよ、はっきり言って、うん、前向いて頑張ろうとかさ、うん、時間がもったいないよ、もっと楽しもうよとかさ、いや、そういうアドバイスっていうのはあんまりいらないのよね正直、うん、疲れるの、そんなこと言われても逆に。はい、そんな感じですね。はい、会員しました。もしね一つでもね参考にできることがあれば、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、それでは本日はですね、はい、マナティカフェ閉店のお時間です。ということでですね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ってくださいましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。